こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供でお送りします。グリーンキウイ2個は横半分に切り、ゴールドキウイ2個も横半分に切ります。内側を少し残して中身をくり抜きます。ゴールドキウイも同様にくり抜きましょう。バットを用意し、くり抜いた中身を入れ、フォークで潰します。マルコメ、米麹から作った濃厚麹甘酒 50ml を用意し、潰したキウイに加えて混ぜ合わせます。くり抜いたキウイの器とともに冷凍庫で2時間冷やしましょう。一度取り出してフォークでひと混ぜし、再度1時間ほど冷やします。ゴールドキウイも同様に作りましょう。キウイの器にそれぞれバランスよく盛ったら完成です。プラス麹、濃厚麹甘酒で作る簡単手軽なシャーベット、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。